4時より大田区長広報鈴木明正街頭最終演説会を開催させていただきます。本日は前内閣総理大臣菅義偉で衆議院議員にも応援に駆けつけていただきます。どうぞ足を止めていただきまして、自民党推薦、公明党推薦、大田区長候補鈴木明正のお訴えに耳を傾けていただきますよう心よりお願いを申し上げます。もう間もなくでございます。大田区長候補鈴木明正、この選挙戦最終日を迎え、最後のお訴え、最終街頭演説会を開催させていただきます。お忙しい折とは存じますが、どうぞ温かさあふれる大田区を作る鈴木明正のお訴えに耳を傾けていただきまして、大切な大切な一票を鈴木明正へ心よりお願いを申し上げます。それではただいまより大田区長候補鈴木明正最終街頭演説会を開催させていただきます。まず初めにこの統一地方選挙、鈴木明正とともに戦ってまいりました自由民主党公認大田区議会議員候補を順次一言ずつご挨拶をさせていただきます。議会副担当の宇木敵生の松原一之井です。どうかよろしくお願いいたします。務めた議会副で活動いたしております大森明彦でございます。これからも一生懸命若い世代の方たちの支援活動をやってまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。大森東地区、西地区の大田区議会前議長塩野目佐々木でございます。一礼します。持続可能な輝く未来活動しよう。新井地区の香川道夫でございます。いつも皆様大変お世話になっております。よろしくお願いします。羽田地区担当の渡地美雪でございます。大田区の未来のためにしっかり働きます。どうぞよろしくお願いいたします。田端西地区担当の中坪恵子と申します。田中和義主義後継者でございます。どうぞよろしくお願いいたします。本日この場に出席をいたしております、この6人の大田区議会議員候補に対しまして、鈴木明正同様皆様のご支援を賜りますよう心よりお願いを申し上げます。よろしくお願いをいたします。はい、はい、それではまず初めに鈴木明正選対を代表いたしまして、鈴木明正選対本部長代理鈴木明弘前東京都議会議員よりご挨拶をさせていただきます。皆さんこんにちは。この1週間今日いらっしゃる皆様お一人お一人に鈴木明正区長候補支えていただき、大田区中を駆け巡ってこれからも皆さんと一緒にこの区政を前に進めさせていただくための戦いをさせていただきました。改めて皆様に心から感謝をお礼申し上げます。ありがとうございます。しかし皆さん、この選挙はまだ終わってないんです。明日の投票日が閉まるまでこの厳しい選挙戦を勝ち抜いて、私たちは4期16年お務めをいただきました松原区政をさらに進化し、そして松原区政が進めてきた地域の皆さんの力をしっかりと結集して、この区政をさらに築いていきたい。そのためにも鈴木明正候補、明日の投票日が閉まるまで皆さん明正候補に成り代わって声を広げてください。お願いします。今回の選挙は大変混迷しております。女性候補を作ろう、そして
できもしないことを言ったりする候補がたくさんいらっしゃいます。しかしここにいらっしゃる皆さんは今回の私たちの生活に一番身近な大切な区長選挙にどなたが必要なのかよくお分かりだというふうに思います。鈴木章政候補は私の都議会の先輩であり、今日も都議会自民党の幹事長の三宅幹事長をはじめ多くの都議会の同志も駆けつけてくださっておりますが、本当に実績のあり、そして今日いらっしゃる皆さんが証明するようにしっかりと皆さんと一緒の絆を持ってこれからも松原区政を継承していくと皆さんにご訴えをされているんです。今この大田区においても子育て支援や安全安心な街づくり、さまざまな課題があります。政治というのはやります、すぐ実行できます、実現しました、なかなかそれは難しい、しかしながら皆さんとお約束をしたことを一つ一つ実現をしていくのが政治であり、そしてそれをやるのが鈴木章政候補なんです。皆さんいかがですか。今回の選挙、これからの新しい大田区のために最終最後まで皆さん力を貸してください。そして今日お並びのこの区議会議員の候補たちにもぜひ力を与えてください。そして皆さんと一緒にこの新しい大田区の扉を開いていきましょう。どうぞよろしくお願い申し上げまして、私鈴木章弘よりも皆さんに対する御礼のご挨拶に返させていただきます。まだ選挙終わっておりませんよ、皆さんよろしくお願いします。ただいまは鈴木章政選対を代表いたしまして、鈴木章弘前東京都議会議員よりご挨拶をいたしました。本日鈴木章政候補とともに東京の未来のため東京都で活躍をしております、都議会自民党から三宅正彦幹事長お見えでございます。応援の面を頂戴いたします。ご紹介いただきました都議会自民党幹事長の三宅と申します。皆さんお集まりの方、そろそろ菅総理が参りますので短めにさせていただきますが、我々都議会の一員の鈴木章政さん、都議会から去られるのは本当に我々は苦しい、しかし鈴木章政さんはこの大田区をさらに発展させ、そして未来へ向けて羽ばたく、そういった区にしたい、そういった思いで今回は挑戦に挑戦しております。ぜひとも皆さん鈴木章政候補に一票一票積み重ねていただきたい。今日読売新聞だとなんか接戦だと言われております。ぜひとも皆さん方一票積み重ねて次の大田区政、この鈴木章政さんに託していただきたい、いただきたい、お願い申し上げまして、簡単ではございますが挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。ただいまは都議会自民党を代表いたしまして三宅正彦東京都議会議員より応援の弁を頂戴いたしました。続きまして鈴木章政候補とは40年間この大田区の未来、そして課題を解決してまいりました。大田区議会を代表いたしまして鈴木章政選対選対委員長代行田中和義大田区議会議員よりご挨拶をいたします。お願いします。皆様こんにちは。ただいま前におります自己紹介をさせていただきました。候補者を含めまして19名の自由民主党の公認候補、総力を挙げまして鈴木章政、鈴木章政長実現に向けて全力で頑張っているところでございます。今回の選挙、私ども今もうすでにご登壇をいただいておりますが、松原忠義大田区長、4期16年にわたりまして豊かな着実にしっかりと区民のための政を実現に全力を挙げ、そして大きな成果を残されてまいりました松原大田区長の入団に伴う選挙であります。候補者は首都候補は何人か重要でありますが、40年以上の豊かな政治経験と実績、そして政策形成能力、そして国や省庁とともに太いパイプを持つ
そしてしっかりとこの松原市政を継承する新しい次の時代の大田区行政の最高責任者として私ども区民がお願いをする託することのできる市長候補は鈴木章正候補しかいないじゃないですか。ぜひ鈴木章正候補の市長と私ども前に並んでおります候補者を含め自由民主党公認の19名の必勝棋士、残された時間は少なく多くはないわけでありますが、どうか最終最後まで市長には鈴木章正、そして区議会議員は我が党の公認候補、最終最後まで支援の輪を広げていただきますように心よりお願いを申し上げ、私の訴えとさせていただきます。皆様ありがとうございました。ただいまは今年西蒲田から40年にわたり10期区議会議員候補としてお務めをいただきました田中和義太田区議会議員より19名の自民党公認候補者、また鈴木章正へのご支援のお願いをさせていただきました。続きまして4期16年この大田区政を先頭に立って引っ張ってまいりました松原忠義大田区長より応援の弁を頂戴いたします。皆さんありがとうございます。大田区長の松原でございます。この1週間本当に皆さん方のお力添えをいただきながら鈴木章正は戦ってまいりました。どうか最後の最後まで鈴木章正に賜りますようよろしくお願いを申し上げます。今この大田区は大きく変わろうとしております。羽田空港に全ての鉄道が集中しようとしております。いいですか、羽田空港は8700万人、世界で4番目の乗降客数を誇るところでございます。そして令和島はここは港湾事業が集中してきております。そして JR は東京から羽田空港に向けて新アクセス線を作ろうとしております。陸と空と海が結節しようとしているところに私どものこの大田区川上線新空港線を実現させて、そして今10分かかるところを2分で行かせる、そして皆さん方の利便性に努力してもらう、そしてただ単なる鉄道を敷くだけではなくてまさにこの街づくりをしていくのが鎌鎌線の本当の狙いでございます。そしてこの鎌鎌線は特費用の負担割合というのがございますが、これは東京都と大田区とが十分話し合いをしまして、そして東京都から交付金などを使って大田区のお金を最小限にするようにできたから私は仕事に一区切りがついたということで辞職を私は決意をしたわけでございます。大田区の財政で十分にできますから、皆さんこの点はしっかりと正しく認識をしてください。町を盛り上げて作っていきましょう。この蒲田、皆さんが今いらっしゃるところ蒲田の東もないんですよ。一つにしてこの駅ビルを建て直し、町の周辺を町づくりをして皆さんにとって使いやすい素晴らしい大田区に作っていこうじゃありませんか。どうか皆さん力を貸してください。力を貸してください。そして鈴木章正さんはあったかい政治をやろうという視点ですよ。あったかい政治とは何か、今子育てで悩んでいらっしゃるたくさんの方がいます。産み育て学びやすい環境を作ろうというそういう一つの目標、そして高齢者、障害者、貧困に悩んでいらっしゃる方、そういう方に光を当てていく政治をしていこう、
これが2つ目、3つ目、ここにの中には町会や自治会、民生委員や保護司祭や町の商店を営んでいる人がたくさんいます。そういう身近な区民の方々の幸せを祈って頑張っているんです。ですから皆さん方が秋松さんを区長にしていただければ、必ず安心した前向きのいい政治が、区政ができます。どうか皆さんのお一人お一人の力を鈴木秋松さんに授けてください。力を貸してください。私は今回これをもって区長を終わります。私の最後のお願いは、しっかりと次の方にバトンタッチをすることです。そのバトンタッチをやってくれるのは鈴木秋松さんです。素晴らしい方です。3人の候補を比べてみてください。皆さん方が安心して任されるのは鈴木秋松です。どうぞ皆さん方の温かいご支援を最後の最後まで止まれますように。そして今競っております19名の自民党の区議会議員の方、12名の公明党の議員の方、全員が揃って受かって引っかかるように皆さん方の力を貸してください。どうぞ皆さん方の温かいご支援を賜りますよう、最後の最後のお願いです。鈴木秋葉さんにお願いをいたします。本当にご清聴いただきましてありがとうございました。浅村忠義大田区長が築いてきた政策、それをさらにしっかりと継承をし前へ進めていけるのは鈴木秋葉さんだと力強くお訴えをいただきましたのは、大田区長松村忠義大田区長より応援の面を頂戴いたしました。続きまして、本日お忙しい中、鈴木秋葉候補への応援に駆けつけていただきました内閣府大臣政務官自見花子参議院議員より応援の面を頂戴いたします。皆様こんにちは。ただいまご紹介がまいりました参議院議員の自見花子でございます。本日は何が何でもこの本当に厳しい大田区の明日を占う市長選挙において、鈴木秋葉候補、私の本当に尊敬する先輩、ぜひとも応援に駆けつけたいという思いで今ここに立たせていただいております。私は本職小児科の医師でありまして、実は大田区にあるすぐそこの池上総合病院で働いておりました。先生はその時から、候補はその時から本当に親身になって医療の課題、そして実はこの大田区は老老介護も介護の課題も本当にあるのであります。そういったところを病院に足しげく足を運んでくださっていた。私が6年半前全国比例区で自民党の参議院議員に送っていただいてから、コロナが2019年の暮れ、2020年の1月にやってきました。私はダイヤモンドプリンセス号に3週間乗って自ら検疫業務船の中でやりました。その一番初めに私に連絡をくださったのは鈴木秋政候補なんです。大田区が心配です、自分たちの地域は羽田空港を抱えています、その地域で働く空港職員も多い、また外国人の方々や観光の方のみならず在留の方も多い、みんなの健康を本当にこの水際を持って守らなければいけないんだということで、先生は実はここの前におられる区議団、自民党の区議団を引き連れて、私が政務官だったということがあって空港検疫に自らごく初動の時に来てくださいました。見えないところに一生懸命に汗をかいて、この地域のコロナ対応、見えない水際のところまでしっかりと見ていただいたのは鈴木秋政候補であります。こんなに医療、介護、福祉の味方はいない。皆さんぜひ皆さんの力で大田区の明日託したい人は鈴木秋政候補であります。そしてもう一つ、子どもの味方です。
私は与党でたった一人の小児科の医師として多くの国会議員の先生方や多くの地方議員の先生方と子ども家庭庁の創設に向けてさまざま力を尽くしてまいりました。今まさに私たちの国日本、子ども真ん中社会へと大きく舵を切るもう一人の子ども、そして孫たちがもっともっと幸せになるために国がしっかり責任を持とう。ただしそれは大田区がしっかりと子どもたちを引っ張ってくれるという前提のもとに私たちは全力で一丸となって支援するということなんであります。給食費の無償化だけではない、子どもの命、いじめ、自殺、すべての障害のある子もない子も、すべての子どもがこの大田区で幸せにいるということのために、私地味花子は鈴木明正候補、全力でこれからも最終最後まで応援を皆様と気持ち一つにしてさせていただくことをお約束申し上げ、地味花子の応援をさせていただきます。皆様、秋元候補よろしくお願いいたします。子どもの方です、よろしくお願いいたします。ただいまは内閣府大臣政務官地味花子参議院議員より応援の弁を頂戴いたしました。もう間もなく菅義偉前内閣総理大臣ご到着でございます。今しばらくお待ちをいただきたいと思います。続きまして、この度の大田区長選挙、鈴木明正を自信と責任を持って自民党推薦をいたしました。東京都連を代表いたしまして、鈴木明正選対本部長代行、平正明衆議院議員よりご挨拶をいたします。皆さんこんにちは、ご紹介いただきました地元の衆議院議員の平正明です。大事な大事な区長選挙です。誰を選ぶのか本当に皆さんで真剣に考えて選んでいただきたいと思います。実は私は今 AA でちょっとバズっておりまして、 AA の政策を国で作っておりますが、チャット GPT というのが出てきました。 AA どん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 進化をしています。この間このチャット GPT を開発をしたオープン AI 社の CEO が日本に来て岸田総理と面談をしました。これも我々の方で検討させていただいたんですが、こういった AI とかデジタルとかどんどん使っていきたいと思います。しかしながらここでよく気をつけなければいけないのは、デジタルだけで何でも解決できるわけではないんです。秋元さんのように、また前に並んでいる同志のように、日々地域を隅々まで回って皆さんの意見をしっかりと組み上げて政治につなげていく、こういった日頃の活動とデジタルと相まって最大の効果を生むわけであります。そんな中でおかげさまで皆さん、マイナンバーカードを皆さんが申請をしていただいて、9000万枚を超える数のマイナンバーの申請をいただきました。これからいよいよですね、どん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 行政が便利になっていきます。例えば今まで大田区役所に行かなければできなかった手続きも、多分7割から8割スマホとマイナンバーを連携をさせていただければ、区役所に行かなくても手続きを終えることができます。でまた区役所に行ってもマイナンバーカードを出していただいて、私が私であるということを証明できれば、行くとこ行くとこで住所と名前を書くようなことはもうしなくてよくなります。行かなくていい区役所、そして書かなくていい窓口、それを鈴木明正さんと一緒に実現をしていきたいと思います。一方でマイナンバーカードちょっと嫌だな、スマホはちょっと面倒くさいなんていう人は、今まで通りに区役所に行ってください。8割の人が手続きスマホで終わってますから、区役所空いてますから、いつもよりも早く手続きが終わって、いつもよりも早く区役所の人が皆さんを丁寧にサポートをさせていただきます。これが我々が目指すデジタルな政府であります。それを鈴木明正さんとしっかりやっていきたいと思いますが、何よりも大事なのは国と大田区の連携なんです。国と連携をしなくて区が勝手にデジタル化を進めていく、これが一番このデジタル化によって不都合なやり方であります。し
かりここは秋松さんと連携を取りながら我々が用意をするデジタルガバメント、これクラウドサーバーというのを用意をしますので、これに大竹が乗ってきてもらう、これに乗ってきてもらうことによって最高水準のサイバーセキュリティも実現をいたしますし、 AI もクラウドでないと使えないんです。 AI もクラウドじゃなければ使えませんから、これを使うことによって最高水準の AI のサービスを実現してきます。なぜデジタル化をするかといえば、本当に困っている人に困っているタイミングで十分な支援の手を差し伸べることのできる、そういった行政を実現するためにデジタル化をしていくんです。前回コロナがありました。10万円給付一律やらざるを得なかった、しかもとっても時間がかかった。しかしこれは本当に困っている人にもっと手厚く支援をすべきだし、もっと迅速に手を差し伸べるべきだと思います。DX 言っている他の候補者がいますけれども、実際は政府としっかり組んで一つ一つ前に進めていかなければなりません。それにはまさに鈴木昭正候補が区長になって、我々としっかり連携をして東京都と連携をして一つ一つ仕事を前に進めていっていただかなければならないと思います。そしてこのことが災害時に一人一人の皆さんの命を守る行政につながってまいります。どうか皆さん、本当にですね、どの候補がちゃんと仕事ができるのかを見ていただいて、私は鈴木昭正さんしかない確信をしておりますので、最後の最後まで鈴木昭正さんの支援の輪を広げていただきますよう、心からお願いを申し上げまして、私からのお訴えとさせていただきます。もう間もなく知られる通り見えますので、どうぞ皆さんよろしくお願いします。ありがとうございました。ただいまは自民党東京都連を代表いたしまして平正明衆議院議員よりご挨拶をさせていただきました。それではお待たせをいたしました、大田区長候補鈴木昭正最終街頭演説でのお訴えをさせていただきます。蒲田駅西口にこんなにも大勢の皆様にお集まりをいただきました、区長候補の鈴木昭正でございます。ありがとうございます。今皆様の拍手をいただき、そして大きな大きなエールをいただき、私の胸は松原区長からしっかりとバトンを受け継ぎ、そして魅力ある大田区を73万区民の生命財産をしっかり守っていかなければいけないという、その大きなエネルギーをいただいた、そのように感じております。皆さんありがとうございます。今回の選挙戦、私はそもそも政治というものは選挙によって真を問うものでございます。天の時、地の理、人の和、そのすべてが整ったのが今回の大田区長選だと思っております。天の時、松原区長が12月にご勇退を表明されました。私が松原区長と初めてお目にかかったのは池上、23歳の時でございます。今君花子先生がお話をしてくださいましたが、あの池上病院があるその正面で松原区長が徳持の方から歩いて見えました。私はその時、政治を志し石原慎太郎事務所の中で書生として池上一軒一軒を個別訪問してた時に、どんなにか松原区長のお姿は大きく頼もしく思いました。その方が今回入隊をされる、そして自由民主党太田総支部で後継を決定をしていただいて、
鈴木秋政一本で、鈴木秋政一本で、今回はこの区長選の候補者としてご決定をいただいたわけでございます。まさにその前の時、千鳥、ここにいらっしゃる秀則先生や秋彦先生、正樹先生、右色先生、そして長久保さんや下には高瀬三徳、こういった私にとって同志、大勢の自由民主党の19人の公認候補のそれぞれの地域からまさに次を目指している仲間、その地の利、公明党さんの12人の公認候補のまさにそれぞれの地域から区議会をまさに目指していただいているそれぞれの地域の地の利、これを私に今回授けていただいております。人の輪、今応援演説をしていただいた方だけではありません。ただいま戦争にお見えでございます。私には石原慎太郎先生の秘書の時代、そして区議会10年間、都議会16年間、その中で培ってきた人脈がございます。まさに人の輪、これからのこの73万都市大田区をしっかりと経営をしていく上では、私はこの大勢の人脈を皆様の区民お一人お一人の幸せのために使わせていただきたいと思っているんです。皆さん、菅前総理がお見えになられました。私は今回の選挙戦、いくつかの争点があろうかと思います。その中でこの松原区政をしっかりと検証し、次の時代につなげていく、その仕事を私にやらせてください。時代を担う子どもたちを、この大田区から世界へと羽ばたく子どもを育てていきたいんです。子育てで悩むお母さんが一人もなくなるような、そんな社会をなくしたい。そして子どもを育てていく上で、しっかりと大田区がさまざまな場面から応援をしていきたい。学校給食のことも、少人数学級のことも、あるいは医療のことも、しっかりと区ができる限りの、松原区長がしっかりと作ってくださったこの健全財政の中で、私は23区で一番の子育てを、教育を展開をしてまいります。そして大田区に作る大田区のにぎわい、これを蒲田からだけではない、この大田区を貫く南北、この埼玉方面から池袋から新宿から大勢の皆様が、この大田区の中心である蒲田に、そして羽田空港に一直線へと運んでまいりたい。大勢のお客様が羽田に到着して、そして蒲田へと、大森へとつなげてまいりたい。これだけの大勢のお客様を喜ばすこの大田区には、さまざまな魅力があります。食であり、宿泊であり、飲食であり、そして大田区の観光スポット、これを松原区長からしっかりと引き継いで、これをネットワークをしっかり作って、23区のみならず
全国海外からのお客様が来てくださるような大田区を作ってまいります。こんな魅力ある大田区を作るために明日の投票にぜひ鈴木明正と鈴木明正と変えていただけないでしょうか。そしてそれぞれの地域の自由民主党公認候補、そして公明党の公認候補のお名前を書いていただけないでしょうか。ありがとうございます。それでは市長の仕事はできません。松原区長は24時間365日この16年間働かせていただいてきたわけでございます。私もその仕事をしっかりと引き継いでこの大田区の新しい扉を開いてまいります。そしてこの大田区にファミリー世代が住んでいただけるような魅力ある選ばれる大田区を作ってまいります。このことを皆様に今日ここにお越しをいただきました皆様にお約束を申し上げまして、私の最終演説、私の訴えとさせていただきます。鈴木明正を信じてください。鈴木明正を立たせてください。鈴木明正を信じてください。夢と希望に満ちあふれた新しい大田区を作る、そして温かさあふれる大田区を作っていく、皆様に最後のお願いをさせていただきましたのは鈴木明正、鈴木明正大田区長候補でございます。どうぞ皆様お力をいただきますよう心よりお願いを申し上げます。それでは本日公務ご多忙の中、鈴木明正の応援に第26代自由民主党総裁菅義偉前内閣総理大臣お見えでございます。応援の面を頂戴いたします。蒲田一党の皆さん、そして大田区の皆さん、菅義偉であります。この選挙戦も大詰め中盤強化人の戦いです。なんといっても鈴木明正、鈴木明正候補を勝たせてください。心からのお願いです。実は私鈴木さんとは40年以上の付き合いなんです。私は国会議員の秘書の時にその選挙戦の学生部が手伝いに来てくれたその中の一人が鈴木さんだったんです。そしてそれ以降も区会議員、都会議員として活躍をされ、そして政治家としての集大成をこの大田区の区長を選の石妻であります。今区長として何をやりたいかいろいろ話がありましたけれども、誠実な男です。必ず実現できると思います。松原市政をしっかりと引き継いで新しい大田区を作れる今日は鈴木市長です。どうぞ市長です。失礼しました。どうぞよろしくお願いを申し上げます。鈴木さんの挨拶の中にありましたけれども、国では今月の3日からこども家庭庁がスタートいたしました。子ども真ん中の体制をためにであります。子どもの利益を最優先に考えて子ども子育て支援充実を図る、そうした
組織でもあります。私自身子ども私自身少子化対策として不妊治療を受けたい。しかしなかなか費用がかかりすぎる。なんとかしてほしい。そうした人たちの声を聞く中で不妊治療を保険適用にさせていただきました。多くの皆さんに喜んでもいただきました。今回は思い切って出産を保険適用に、そして個人分担負担分については助成をすべきだという訴えをしております。こうしたことを子ども家庭庁を中心に政府として前向きに取り組んでいくことになっています。一日も早く実現できることを望んでいきたいと思います。そしてお集まりの皆さんの一番の関心事は何て言っても物価ではないかと思います。円安ではないかと思います。物価は去年の2月24日でした。ロシアがウクライナに侵攻してから一挙にエネルギー、そして食料の価格が上昇をし始めました。そのことを受けて世界物価高になったんです。アメリカやヨーロッパではインフレを抑制するために金融引き締めに走り、世界の景気後退機運というものも懸念をされてきております。そうした中で日本はどうだったのかといえば、世界の消費者投資の中で一挙に円安が進んだんです。32年ぶりに1ドル150円を超える円安になりました。円安になると相まって物価高になります。去年の10月においては国民の皆さんの身近な物価、食料や飲料など6500品目の値上がりがありました。値上がらないのは携帯電話の料金ぐらいかなと思ったりもしました。そうした状況に対して政府自民党では72兆円を超える経済対策を取りまとめて対策を講じております。当社の中において何としても国民の暮らしと経済を守るために、しっかりと対策を講じております。こうした物価高に対して対策を講じすることができるのは、やはり自民党公明党の安定政権ではないかと思いますけど、皆さんいかがでしょう。今日こうしてこの区長選挙と一緒に行われる市会議員の選挙に出馬をされる皆さんも来ております。どうぞ激励をしていただきたいと思います。
さらに円安であります。円安のデメリットだけがあまりにも焦点当たりすぎではないかと思います。円安にはメリットもあります。メリットの代表的なのはインバウンドであります。当時80円90円だった日本の円が今130円を超える円安になっています。当時と比較をすると7割から8割のお金で日本に来れる。そしてお土産も買うことができる、そうした状況になっています。当時は836万人の観光客でありましたけれども、7年間で3200万人まで増やすことができました。こうしたことをしっかり増やすことによって消費も1兆円から約5兆円になりました。こうしたことをしっかり進めていく必要もあると思います。それと円安ですから中小企業の輸出を海外に行う最高のチャンスでもあります。ぜひこうしたことをしっかりと国として推奨していくことも大事だと思います。こうしたピンチをチャンスに捉えてしっかりと実現していく、こうしたことが極めて大事だと思います。こうしたことを一つ一つ着実に実行することができるのは鈴木市長候補であります。ぜひ限られた時間がありますけれども、鈴木候補を何としても当選をさせていただいて、新しいこの大田区長として舵取り役をすることができるように皆さんにお願いをして私の挨拶をさせていただきます。どうぞ鈴木候補をよろしくお願いを申し上げます。国、そして東京都としっかりと連携をし、皆様の暮らし、そして新しい大田区をしっかりと作っていけるのは鈴木明正だと力強くお訴えをいただきましたのは、第26代自由民主党総裁菅義偉で前内閣総理大臣でございました。それではこの度の選挙、残り半日となってまいりました。この選挙戦、何が何でも勝ち抜いていくために一生を期して活動コールをさせていただきたいと思います。ご発声は鈴木明正の政治活動をこれまでずっと支えていただきました後援会を代表いたしまして、平林明後援会長にお願いをいたします。皆さんこんにちは。ただいまご紹介いただきました後援会の平林でございます。鈴木市長候補は連日勝たせてくださいとお願いに上がっております。我々後援会は絶対に勝たせるという意気込みで応援しております。どうぞ皆さんよろしくお願いいたします。ここで市長をして発表コールを3度皆様と一緒にしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。鈴木明正、市長選に絶対勝つぞ。本日お集まりの皆様、長時間にわたりましてご清聴を賜りまし、心より御礼申し上げます。この大田区長選挙、明日の投票箱が閉まるまで鈴木明正、
必死に戦ってまいります。温かさあふれる大田区、そして松原忠義に姿をしっかりと継承し、政策を前に進めてまいります。自由民主党推薦、公明党推薦、鈴木昭正へ皆様の大切な一票をお願いを申し上げます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。また自由民主党公認19名、公明党12名の市議会議員候補へもご支援賜りますよう心よりお願いを申し上げまして、鈴木昭正さん、最終街頭演説会を終了させていただきます。ありがとうございました。皆様ご清聴いただきましてありがとうございました。また協議会にわたりましてお騒がせをいたしましたこと、心からお詫びを申し上げます。ご支持の皆様、ご通行中の皆様、ご協力ありがとうございました。市長候補の鈴木昭正最終街頭演説会、以上をちまして終了とさせていただきます。皆様ご視聴ありがとうございます。本日が最終日のこの区長選挙、皆様のお持ちの一票は鈴木昭正とお願いを申し上げます。また菅義偉前自民党総裁内閣総理大臣、本当にお忙しい中をありがとうございました。鈴木昭正連続で戦ってまいります。皆様本当にありがとうございます。ただいまは菅義偉です。前自民党総裁内閣総理大臣が応援に駆けつけまして、ご当地おたりしての最終街頭演説会開催をさせていただきました。皆様にはお忙しい中お集まりをいただきましたこと、心から感謝御礼を申し上げます。自民党そして公明党推薦Thank you.
鈴木さん、鈴木さん手応えどうですか？日々にすごく強い皆さんいただいている日に日に手応えは感じてはおります。ただこれからのあと数時間、しっかりと訴えてですね、私にご支援をいただけるその信頼というものを形にしていきたいと思っております。どうぞ皆さんよろしくお願いします。ありがとうございます。あとすみません、区長会見のことで、はい、岡さんは2ヶ月に1遍でフリーランス入れます。で森さんは毎月1回で、はい、フリーランス入れると明確にしてます。もう一度どうですか？はい、よく相談させてください。やはりですね、表現の自由とか報道の自由っていうのは守られるべきものだと思っておりますので、私も十分に区民にあるいは大田区を注目をしていただけるようにですね、報道がしっかりと機能を果たすように私自身もちゃんと考えますので、どうぞよろしくお願いします。フリーランスを入れるって明言はできないですか？はい、はい、